第1回目のテレビの YouTube で見てるけど。ああ、見ました。ちょっと見ました。でも、でもまだ効果出てるでしょ。いいね。ケンブルテレビの YouTube で公開できるんだが、自分の好きでやったら出ないけんだよ。ああ、来ました。みんなキノコ踏んでやれてます。食べられますよ。いや、食べてる人や。すいません、左側は何ですか？前坂の筋の左側は何でも何ですか？左側は分からない。関係あるぞ、森川は。森川県 の、 あの敷地なのでずっと雨が降ったから。フラ、ヨグマシの声と。そして、前坂やっぱり、手足下ろしてあるから。森口さん、今度会った時聞いてみる。根性的に感じ度がね、通れないように。みんなこういうふうに脱がして、手足下ろしたもんだねですかね。いや、それに逃げようなと思うのも入り口そこ使ってないですよ。えあれは、すっくり塗ってあるのにね。
食材1個目、うん、そうそうそう全部あのマンドツがないんでこうやってやるから太宮山のあのこう登るクラクラじゃない上がったあそこさこれ立ってるスペースあるあの上じゃないですか下でしょ田んぼの田んぼを割って二見山さん入っていってこう行くじゃないですか、うん、その下ここだと思います勝手に勝手に勝手にこう行くねここだと思ってあるって言ってるんだけど皆さんちょっとそこから落ちたそこから落ちたまだこの奥にあるこの奥ですこの奥、うん、こっちまで墓地だもんねこの印なんだろうな、ね、うん、うん、おー、うん、そうだね絵が分かる人いないか名前どころ分かる人いないなげなげだなったらなげつななったらなげつだって進んだよなちょっと金があるからまくるんだちょっと、ねもうこの子車あぶからこうやったんだって普通の家は下からこんなの寸断は強く食べるあるみたいな私変わってないなと思うよ、うん、うちの夫が亡くなったとちょうど靴の真下に墓があったもんな、うん、結構来るの来てるんだ、うん、いや墓かすまってたなって言われて、うん、ささわたつぼつかって言ったりだな、うんうんうんこれ来た田中さん、今金さん、あ今ね、あ確かに、雨降らなくてよかったね。本当に右の心でよかったです。我が家が一番古いですよ。みんな周りみんな立派の。前田正乃さんの字で書かれてますよね。顔もさっき伊藤洋介さんのお墓の裏側にあった字と同じかと思います。でそれだそれ。うんうん ちゃんと姉の家のところ変わりますので、どうぞどうぞ。
長野って全然知らない。読めないけど。読めない、読めない。まさびさんの。ペンギンみたいな形。なんて元は何だったのかな。おじさんの顔の。安蔵。安蔵の父親。ダブルやるか、まずしかないです。すばらしい。すばらしい。お元気ですか。忙しいところです。今いらっしゃるのがお孫さんの、吉尾さんっていう方がおじいちゃんでいらっしゃるんですけど、うん、その人の息子さんのお嫁さんにあたる聖子さんです。で、本当にありがとうございます。英介さんが絵上手だったっていうので、ちょっと実物を見せていただきたくて絵を描いてきました。で、描いていただいたんですけど、このちょっと絵の説明、絵と書の説明を、はい、していただきます。お願いします。私もあまりちゃんと覚えてないんですけど、こちらがこちらとそっちの方が英介さんの画です、うん。それだけです。本物だて。平賀さんのところ3っていうところなんですけど、ね、少し習いに行ってた期間がありまして、うん、先生の書かれたのもうちには。ありますよね。で、中は英介さんの息子にあたる善之助、長男ではないんですけどね。さっきお墓に名前ありましたね。おじいちゃんなんで、善之助さんの名前の墓も作りたいということで建てたんですけど、これちょうど滝さんという方ですけど、金婚式を迎えた時に滝さんが読んだというか作った歌を善之助さんが書にした、善之助が書にしたやつなんですね。で、あっちにあるのが今のおじいちゃん、お孫さんの、そうですね、おじいちゃんの書をやってて、習いに行って書を書いた。左の墓のを建てた方なんですけど、今まだ書道やっておじいちゃんが最初なんです。おじいちゃんは90、今年90ですけど、そのまたお姉さんが島村っていうんですけど、嫁いで島村になってるんですけど、これは今年書いた92歳。前は油絵の方から行ったんですけど、今油絵じゃなくてこのパステルって言って、割と西賀堂さんを通しての会とかに入ってて、よくアトリオンとか、未だに本人はもう行くと迷惑かかるから、周りの人たちにこう手をね、あれ自分で歩くんですけど、でもなんか島村さんの冗談聞けなくなるとつまらないからやめないでって、未だにまだアトリオンとかも時も出してますね。やっぱりこう顔を描く方で若いのか、ジャニーズのバラしているか少年クラブっていう賑やかな男の子の踊り子、一緒に入るランチを、そうそう、なんかこう美的感覚で見てファンになる人が見てね、ついこうなんか見ちゃうんですね、きっと。で、未だにやっぱりこういう感じの、すごい、千の風を歌った方だとか、その時すごく自分でこう惹かれる人を描くんですよ。ちょっと割と似てたりしてて、で、譲ってほしいとかって言われてもなかなか同じく描けないからねとかっていう、まあそんな感じで今も描いてますね。なんかやっぱりこの書くっていうのがずっとこう また今のこの20代の私の子供も実は結局は行かなかったですけど、美術系の学校に行こうと思ってたんですけど、違うとこの女の子たちもみんな美術の、ここの美術の先生になってたり、秋田の美術の学校出たりして、ちょうど博物館に行って説明したりして、ちょうど石川幸之助さんの祭事この間あった時もいっぱい知れて嬉しいって言ってました。
ません。私たち以上の皆さんに詳しい。小道はなんか言われ合う。あ、小道。ごめんなさい。本当申し訳ない。たまたまですね、今年の4月にちょっと隣の場所を私こう借り、仲間とちょっと借りることがあって、ついこの間3日間ここで、あの前で梨を売りたいという人がいたら、じゃあ中空いてるから借りてフリーマーケットをやろうということで、これは飾りで持ってきた人がいて、ただ置いてるだけで。傷つけない人が。知らない間に亡くなつけといて。